はい、こんにちは、ネガリアです。今回はですね、グーシムセラペイペイモール店でスマホがお安く買えるというキャンペーンをやっておりますので、ご紹介したいと思います。スマホ本体ですね、100円で買えるものとかありますのでね、しっかり見ていただければと思います。はい、今回のですねセールなんですが、映えるカメラで紅葉狩りということで、グーシムセラーの秋のスマホ特売会ということでございます。期間がですね、11月1日11時から11月18日11時までとなっております。ちょうど1週間なので、欲しいスマホがありましたらね、ぜひこの機会に購入していただければと思います。最近出ましたこちらのですね、 OPPO Reno A とか Xperia Ace、 そしてここ最近出ました OPPO A5 2020 ですね、こちらもありますのでご紹介したいと思います。まずですね、アクオスセンス2なんですけど、なんとね1700円でございます。この表示されている金額なんですが、すべてのスマホに共通するんですが、音声対応 SIM に契約することが必要となります。なのでスマホ本体の金額とですね、あとは SIM の月額料金、そして事務手数料などね、そちらの方もですね、しっかり見ていただいて検討していただければと思います。このアクオスセンス2ですね、もうなんと1700円ですよ。すごいお安いですよね。そしてその下ですね、ファーウェイ P20 ライト、いつもですねお知らせしていますグーシムセラーですと、ファーウェイ P20 ライト、こちらねもう在庫がないのかなっていう状態になってましたがね、こちらに残っておりました。欲しい方はですね、こちらもう最後のチャンスになるんですかね、結構お安いのでね、欲しいと思われる方はチャンスだと思います。もうねほんと在庫なくなっちゃうかもしれませんよ。そしてこちら ASUS Zenfone Max Pro M1 ですね、こちらが1円になっております。かなりねお安いですよね。そしてこちらもねまだ新しめではないでしょうか、 ASUS Zenfone Max M2 ですね、スマホセット100円となっております。この上のですね100円の方は対象オプションに加入した金額となります。そのオプションに加入しない場合はですね、こちら3000円高い金額になっております。そしてその下ですね、ファーウェイノバライト3、こちらもですねなんと100円になっております。かなりねお安いですよね。はい、そしてアクオス R2 コンパクト、こちらがですねスマホセット 37,400円です。はい、そしてその下Moto G7 ですね、こちらが6,400円。 Moto G7 パワーは2,500円、 Moto G7 プラスが13,800円です。結構ねお安いですよね。そして ASUS Zenfone Max Pro M2、 こちらがですね11,500円となっております。そしてこちらですね、 Huawei P30 Lite、 こちらもですねかなりお安くなってきました。5,400円となっております。そして Huawei Nova 3ですね、25,800円となっております。そして Zenfone 6ですね、 8GB モデルが59,800円、 Huawei Mate 20 Pro 64,500円、 Zenfone 6の 6GB モデルが49,800円、 Huawei P30 が44,300円となっております。今回ですねご紹介したこのスマホなんですが、乗り換えでですねお安くなるというキャンペーンは適用されないようでございます。もしですね乗り換えで加入されるようでしたら、こちらのですねグーシムセラーのオータムセールの方を見ていただければと思います。こちらもですね見ていきましょう。期間の方がですね10月23日から始まっておりまして、もうすぐ終わりなんですけど11月5日の11時までとなっております。ここですね右上に書かれておりますが、対象オプション同時加入と他社乗り換え MNP でさらに最大8000円オフとなっております。先ほどのですねスマホがお安いキャンペーンですが、この金額からですねすでに3000円引かれた金額となっております。またはですねそのオプションに加入されない場合は3000円高い金額が表示されておりました。基本的にですねほぼ同じ金額となっております。先ほどもご紹介しましたが、こちらではファーウェイ P20 ライトなどね
扱ってないモデルもあります。こういった形でですね、最大8000オフとかキャンペーン適用されるものはこのようにね書かれております。そしてファーウェイ P30 ライトですね、こちらが4800円、先ほどですとはいこちらがですね5400円となっておりますね。なのでね、普段ねご紹介しているロコジャで買われた方が少しお安くなっているようでございます。ものによってはですね少々金額が変わっているようでございますのでね、どちらもしっかり見ていただければと思います。はい、あとはね iPhone ですかね。はい、このようにですねいつもお知らせしていますこちらのグーシムセラーのサイトとですね、はい、こちらのですね、PayPay モール店、両方チェックしていただいて、お安い方でですね、購入していただければと思います。いつもお知らせしております、グーシムセラーのサイトと、PayPay モール店、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、ということで今回ですね、こちら、グーシムセラーの秋のスマホ特売会というね、こちらをお知らせしていきました。興味のある方は概要欄のリンクから見ていただければと思います。ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。